スラバ級、ミサイル巡洋艦。スラバ級、ミサイル巡洋艦は、ソ連ロシア連邦、ウクライナのミサイル巡洋艦の艦級。なおこれは、ネームシップの当初の艦名に由来しており、同艦の解明後も踏襲されている。西側諸国でもこの艦級名で呼ぶことが多いが、一番艦の名称が判明するまでは、北。 大西洋条約機構では、クラシナ級の名とコードネームで呼んでいた。ソ連海軍での正式名は1164型、ミサイル巡洋艦、計画名は、アトラント、ギリシア、神話の巨人に由来するであった。より大型の1144.1型、ミサイル巡洋艦、キーロフ級とともに、その強力な防空力、打撃力によって、 仮想的の空母機動部隊への対抗兵力の一翼を担うよう構想されていた。その優れた性能から2017年現在でも巡航した三隻全艦が現役にあり、ロシア海軍の各艦隊で機関を務めている。1971年、海軍総司令官、セルゲイ・コルシコフ元水は当時建造が進められていた1134バイト型大型対戦艦。 カーラ型をもとに、その主兵装であったアープック -3、メテル対戦ミサイルシステム、アント名、SSN-14OP-500、バザーリト艦隊艦ミサイル、ナトウ名、SSN-12 に転換した、打撃巡洋艦の設計を提案した。ゴルシコフ案では船体を、排水量にして2700トン拡大する必要があるなど、いくつかの問題が指摘されたが、 そのアイデアそのものは高く評価され、1972年4月20日、ソ連政府直轄の軍事産業管理委員会は、1134バイト型の近代化ではなく新設計によるミサイル艦の開発を指示した。これによって開発されたのが本級である。これを受けて、第53設計局は、予備設計作業に着手、10月には、海軍より、戦術、 技術規則が提示された。主任設計官は当初はルブツオフ設計官。先日、技術規則提示後はペリコフ局長。1979年以後は無不ヒ品次長とされた。1973年には原案が政府の承認を受け、1974年8月には技術案が承認された。しかし、当時、本級の建造に当たる予定だったムイコラーユノ。 第445造船所で依然として1134バイト型カーラ型の建造が続いており、また本級に搭載予定であった新装備の開発も遅延していたことから一番艦の機構は1976年まで延期された。上記の経緯より本級の設計は多くの面で1134バイト型カーラ型をベースとしている。このため、 海軍中央研究所では、時間と経費の節減のため模型試験を省略したが、これが後に速力に悪影響を及ぼし、32ノットが速力限界となってしまった。主機関は、基本的には1134バイト型と同じ小ガーグ、構成とされている。ただし、艦型が拡大していることから、構成機種は大きく異なっており、両弦二軸の推進機に対して、 巡航機として M70 ガスタービンエンジン、短期出力が各1機、加速機として M8KF ガスタービンエンジン、短期出力が各2機、それぞれ接続されていた。また燃費向上のため、巡航機の排熱を再利用して駆動する、補助上気タービン機関、短期出力が搭載され、コゴッサーグとも称するべきハイブリッド方式となっていることは、本級の指揮官の大きな特徴である。 これにより、航続距離は1134バイト型と比しても、延伸されているが、一方で、複雑さゆえに整備性は低下し、ガスタービンを含む関連機器の多くが、ウクライナ製で、あ、こともあり、ソ連崩壊に伴い、ウクライナが分離独立した後は、整備面の問題が、特に大きくなっている。当初、軍事産業管理委員会によって規定された、使用任務は、 下記の通りであった。長距離捜索用の3次元レーダーとしては、1134A 型、クレスタ E 型以来の MR-600、ボスホード、ナトーメイ、トップセールが踏襲された。一方、副レーダーとしては、従来採用されてきた、アンガラーシリーズに変えて、新型の MR-710、フレガート M、ナトーメイ、 トッププレートが搭載されており、また3番艦以降ではさらに改良型の MR-750、フレガート MA に更新された。これらは1143型重航空巡洋艦、キエフ級や1144型10、原子力ミサイル巡洋艦、キーロフ級と同系列の装備でもあった。一方ソナーとしては、当初、低周波を使用する強力な統合ソナーシステムである。 監視装備及び可変振動式の統合システムな透明、ホース上及びホーステールの搭載が打ちされていた。ただし本級では対戦ミサイルが搭載されないことから対戦火力に対して過剰性能であり、同システムを搭載すると排水量が1500トンを増加することもあって、より小型の中周波ソナーである MG-335 プラーチナナ・ナトーメイ。 ウルホーンと1134バイト型で採用された可変深度式の MG-325 ベガ、ナトーメイ、メアテールを組み合わせて等することとなった。ただし、プラーチナの平均探知距離は 15km に過ぎなかったことから当初構想されていた対戦相当軍のセンサーとしての役割は断念せざるを得なかった。上記の経緯より、 この時期のソ連海軍大型水上艦の多くが、対戦兵器を主兵装とした大型対戦艦、BBK であったのに対し、本級は58型、金田型及び1134型、クレスタ I 型以来の対水上戦士の、対艦ミサイル巡洋艦となっている。当時建造が計画されていた1144型原子力ミサイル従順洋艦1隻と、本級2隻で、ミサイルによる、 防空力、打撃力を備えたミサイル巡洋艦攻撃隊を組織し、949型、オスカー型巡航ミサイル厳選攻撃隊と連携して仮想的の空母機動部隊に対抗する構想とされていた。そのための主兵装として搭載されたのが、550km の長大な射程を誇る超音速艦対艦ミサイルである P-500、P、バザーリと NATO 名。 SSN-12 サンドボックスであり、これは連装の SM-248 型発射機に収容されて、上部構造物の両脇に格言4機ずつの経営16発が配置された。計画着手当初は搭載数は8発とされる予定であったが、1972年に海軍総司令官ゴルシコフ元水が原案を検討した際に正社数を8発と、 するよう指示したことから倍増したという権威がある。また3番艦以降では、射程距離 700km とさらに長射程化された P-1000 ブルカーンに更新され、1.2番艦でものちに発射等階層の上でその運用に対応した。これらは最大マッハ2という高速を発揮でき、またその長射程を生かすため、偵察衛星や偵察機、 レーダー基地なども包括したウスペク型、後にレゲンダ型と呼ばれる総合誘導システムと連接れていたほか、ある程度の自立性も備えており、一聖車8発を発射すると、うち1発が長期として比較的高い高度を飛翔して、策敵し、低高度を飛翔する他のミサイルに対し、データリンクで目標情報を達することになっていた。一方、防空用としては、 新型の艦隊防空ミサイルシステムである S-300 回フォールと NATO 名 SAN-6 グランブルが搭載された。これは1134バイト F 型アゾフにおいて試験を受けていたものであり、従来の1134バイト型に搭載されていた M-11 シュトルムと比して射程距離同時多目標光線性能ともに大幅に増強されている。 特にその型射撃式装置は高く評価されており、同時に12の目標を追尾し、うち6目標を攻撃できる多機能レーダーとなっている。その性能から、3R41 型を3機固定装備すれば、長距離捜索レーダーも3次元レーダーも不要で、あるとも言われているが、調達とシステム統合の問題から、1機のみの搭載となっている。なおミサイル発射機は、VLS 化されており、 八発,発入りのドラム式発射装置が8機搭載される。また重心的な防空カモを構築するため、さらに 4K33、オサー MA 股間防空ミサイルの連装発射機も2機搭載される。なお両用法としては、原案の時点では、AK-10000mm 単装速射砲を2機、全甲板に、背負い式に装備する予定であったが、1972年に、 コロシュコフ元帥が P-500 の搭載数を倍増した際、合わせて a k 1 3 0 1 3 0ト、mm、ル連装速射砲を一気に変更するよう指示された。これにより一発あたりの搭射火力は増大したものの、搭載弾数と以位は限定的なものとなってしまった。ロシア海軍のスラバ級すべては近代化される予定で、近代化改装50から15年程度は現役に、 止まるとされている。回収内容は通信及び、公開機材、レーダーの換装、MR-600、ボスホードと MR-710、フレガート M から MR-650、ポドベレゾビクとフレガート M2M、新しいミサイルの装備である。1164型4隻が建造され、続いて、改良型の11641型5隻の、 建造が計画されたものの、ソ連崩壊に伴い、その一番艦、ロシアが寄港された段階で、計画中止となり、同艦も解体された。1976年11月6日寄港。1979年7月27日浸水。1982年12月30日竣工。国会艦隊第30師団第150、ミサイル艦旅団に配属。 東西冷戦終結宣言が行われた1989年の米ソ首脳マルタ会談においてはソ連海軍より会談場所として提供されたが結局会談には使われなかったちなみにアメリカ海軍が用意したのはミサイル巡洋艦ベルナップだったがこちらも使われなかったソ連崩壊時にはオーバーホール中であったが その後のロシア・ウクライナ両国による国会艦隊分割、貴族問題の煽りを受け、工事がストップ。1995年5月16日、モスクワと解明。1997年に両国の交渉が妥結し、晴れて正式にロシア海軍国会艦隊所属となったが、予算不足でオーバーホール工事の方は一向にはかどらず、この状況を見かねたモスクワ市が、 工事費用の一部に0ドルを寄付したこともあり、2000年にようやく現役復帰し、再び国会艦隊機関に返り咲いた、この工事の際、環境全部の AK-630-30 ミリメ、mm、ートルガトリング砲2機が撤去されている。2003年のイラク戦争後には、大型対戦艦、スミエトリーブイ、警備艦、プイトリーブイと共にペルシャ湾海域に進出している。 なお管理上は、第30官邸士団の第11対戦艦旅団に編入されている。くしくも、この旅団は、仙台モスクワも属していた部隊である。1978年10月5日寄港。1982年2月25日浸水。1986年9月15日浸港。1986年11月5日、マーシャル・ウスチノフと改名。 北方艦隊第43師団第120、ミサイル艦旅団に配属。1990年代半ばに、サンクトペテルブルク市に開港され、オーバーホールを行った。だが予算難のためか、オーバーホール終了後しばらく、バルト海に駐留しており、1998年に北方艦隊に復帰した。現在も、同艦隊に所属し運用されている。 2013年11月頃から近代化改修が始まり、その時点で改修終了は2015年末を予定していた。しかし2015年9月に新しいミサイルを装備することに伴い引き渡しが2016年に延期されたことが報じれた。1970年代後半にソ連国防大臣を務めたウスチノフ元帥に由来する 1979年7月31日帰候。1983年8月28日浸水。1989年12月25日巡航。太平洋艦隊カムチャツカ中艦隊第173ミサイル艦旅団に配備。1995年12月25日バリアークと解明。2002年から太平洋艦隊機関。 太平洋艦隊機関として、現在も運用されており、管理上、沿海州諸兵科連合省艦隊に編入されている。一時期、行動不能状態にあるのではないかと見られていたが、比較的活発に行動している。2006年春から、ウラジオストク交渉でオーバーホールを開始し、2008年1月16日、工事を終了して復帰した。2020年までに、 マーシャル・ウスチノフと同様の機内化が予定されている。1984年8月29日寄港。1990年8月11日浸水。1985年3月23日にアドミラル・フロタ・ロボフに改名。1993年3月18日、工事中止。1998年2月17日に、ウクライナへの受領が。 レオニード・クチマ大統領によって決断されたのに、伴い、解明された。2001年に、ウクライナ海軍で収益する予定であったが、予算不足のため、完成度95%の最終偽造状態のまま放置されており、同海軍での収益は危ぶまれている。2010年5月、ロシアが東艦の完成に協力するとビクトル、ヤヌコービチ大統領は述べた。 ロシアは2013年末までに未完成巡洋艦、ウクライナを購入するか否かを決定するとしていたが、ウクライナ情勢の悪化により、この件は消失した。2014年3月18日、ウクライナは未完成のスラバ級、ロケット巡洋艦を売却する方針であることを発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。